はい、吉備内親吉備内親王墓、天武天皇長屋王妃、長屋王妃かね、あらあら長屋王妃さんだったかね、だから長屋王妃におらないかんがね、ちょっと見上がってみろ、すぐ横にあんねんけどね、宮内庁管理でございましたか、長屋王さんね、こっちか、はい、古墳としてはねちょっと小ぶりですけど、これは墓という名称になってるのかね、入れるかね、入るわけいかんか、方形でございますね、20メーターちょっとの30メーターぐらいか、方形でございます、御神谷天の吉備内親王墓、ちょっとピンときてへんだけど、長屋王の妃、そうか、長屋王さんもね、あの頃追い詰められてね、結局自害されたんかな、